私野球の話すごい聞きたい。僕は怒ってる方が一生懸命なんですよ。自分のいいプレーを出そう出そうみたいな。多分ね、あのまんまの性格だったら絶対に勝ってないなと思います。チームメイトの音全員踏みつけていくって思ったのに、ね、え、俺のどこ判断ですか。ストラコンズで。あら、成功されてます。あとはあのこの前成田に公園行った時に、からかのお父さんとお母さんも見に来てくれてて、後輩のですごいお礼言われて、よくそんな話覚えてんなって言ったのが、そのプロ野球選手ってたこ焼き試合前食べないんですよ。あの打てなかったことを4打数ノーヒット4タコとかって言うんで、うん、ああそういう、だからたこ焼き食べるとタコになっちゃうから打てなくなっちゃうって言って、でたこ焼きを食べないですよね、うんうん、ジンクス的に。別に食べたからってどうってことないんですけど、うん、その2012年かなんかのクライマックスシリーズかなんか、もしくはシーズン終盤の西武戦で負けちゃいけない試合だった時に、立川で止まってて、その日デーゲームだったんで、で唐川が投げる時で、今日絶対負けられへんなと思って、あ、そういや何年か前にそのたこ焼きは野手が食べたら打てなくなるけど、ピッチャーは相手をたこらすから0点に抑えれるから、ピッチャーには縁起いいんちゃうかって勝手に思って、うん、で一回唐川にたこ焼き買ってやってて、で食べて勝った時あったんですよ、うん、今回勝負やからまた唐川のためにたこ焼き買いに行ってやろうと思って、朝から立川の駅前の銀タコにたこ焼き買いに行ってめっちゃ早く起きて、うん、で買って唐川に全部食べなくてもいいから2、3個でも食っていけよって言って勝ったんですよ、うん、でそれを唐川のお父さんとお母さんが言ってくれて、あ、よく覚えてんなっていうところがあって、ボロカス言うんですけど、あの自分で言うもなんですけど、フォローもちゃんとしてるんですよ。だからあれですよね、自分のために怒ってくれてるとか、自分のために何かをやってくれているっていうような、なんかここのなんか深いところでちゃんとこう向き合ってくれてる感がすごくあるんですよ、うん、だから必死なんですよこっちも。うーん、だから必死が怒っちゃうんですよね。僕は怒ってる方が一生懸命なんですよ。ああ、なるほどなるほど、熱量が上がって、でもどうにかしてあげたいって気持ちがあるんですよね。もちろん、うん、なんとかね、うん、だからそこすごいですよね。だからもう自分の勝ちたい欲というよりも、うん、もう全体的にもチームは勝つためしかもうちゃんとこう向いてないというか、うん、でもなんか 今の時代じゃなくてよかったと思って。あ、言えないですもんね。言ってると思うんですよ、問題になってると思うんですよ。難しいですよね。どうなんだろう。でもああいうのってあの結構この人間関係のそのなんか近さによって受け取り方も変わるじゃないですか、うんうん、だからなんかこうやってこういう言い方をするけど、だけど、まあ、本気でぶつかってくれる、うん、すごく信頼の厚い人なんだっていう風になりそうですけどね、うん、ならないかな。だからどう接するのが正しいのかが、だから緩すぎちゃってこれで聞いてんのかなみたいな。あ、聞いてるかもやっぱ分かんないですもんね、はあ、確かに。だから女性アスリートボケとかないんですか。ないです、ないです。何だボケみたいな。あ、でもその高校の時の監督とかはありますけど、うん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 、でもまあ基本的にはないです、うん、先輩が後輩にすごい怒るっていうのもあんまりなくて、うん、怒るとしたらやっぱりコーチ監督だったりとかで、うん、でもリズメでちゃんと言ってくれる、うん、感情って感じじゃないかな、あんまり。何やってんのよみたいな。ないないないです、ないです。拾えたっしょみたいな。大体なんポジショニング悪いんだよみたいな。うん、お前のやつこうやってやってて後ろ見たら、え、なんでいないのみたいな。最初の頃はそうですよね。なんかあの本当に自分ばっかりに、なんか自分のいいプレーを出そう出そうみたいな、でなんかパートナーのこととかを考えてない時期は、いや、なんで今取ってくれないのとかなってたんですけど、でもなんか本当にある時からそのパートナーのことを思いながらこうプレーお互いするようになって、なんかこうなんだろう、こう言い方とかもすごい気をつけるようになったりとかして、でそしたら、うわ、ごめん、本当に今の球私がダメだったわって、で私の球でやられてるっていう感じになるんですよ。だからすごい変わって、多分ね、あのまんまの性格だったら絶対に勝ってないなと思います。でもすごいですよね。僕多分そのまま引退しました。いや、大丈夫です。あの視野が広いし、周りもちゃんと見ているし、あのそれこそ本当に頑張ってる努力をちゃんと見せてますし、全てもうあれでした、あの、うん、パーフェクトな最後、あの優しくなって、もう俺引退した方がいいなと思いました。若い人たちが出てきて、うん、同じポジションなのに若い選手の活躍見て、おー、いいじゃん、おー、いいね、いいね、頑張れみたいに思ってた時があったんですけど、うん、ふと帰った時に、もう俺引退した方がいいなと思って、あ、喜んでんねんみたいな、そういう感情じゃなかったのにですよね。あ、そうチームメイトだろうと全員踏みつけていくって思ったのに何後輩が活躍して、うん、おー、いいじゃん、頑張れって思ってんねやみたいな、うんうん、もう終わったなと思いました。満足いくところに行っちゃったんですかね。
だから自分はもう終わったんだなって自覚してるってことじゃないですか。うーん、次の世代頑張れって思ってることは、うんうん、もうなんか張り合うとかもう感情ぶつけるような感じにはもう なってないっていうってことですよね、うん、優しくなったんで引退しました。逆にこれもっと酒飲んだらあと2時間ぐらい喋れんの。いけます、ね、大丈夫ですか、聞き逃したこと。個人的には私、うん、野球の話すごい聞きたい。野球の話っていうあれですよ。なんですか、あの今年どうかなっていう。僕はもう言ってるんですよ、うん、あの一つだけお願いがあるんですよ、今年野球界にとって、はい、あの阪神とオリックスだけは日本シリーズで戦わないでくれっちって。東京の解説者の仕事がゼロになる。あ、そっち？そこなんだ、はい、あ、そういうことですか。なんかもう日本よりももう大阪あそこだけがすごく盛り上がった感じだからかなって、うん、でもなんか、うん、兵庫県の方々にとってはもう最高です、うん、え、俺のどこ派なんですか。私ドラゴンズで。あ、ちょっとあれですね。え、ちょっと待って、いや、めっちゃ聞きたいと思ったんですけど、ちょっとあれですね。あの、今日もドラゴンズ、あの、もともとそのピッチャーの方々は本当に、うんうん、調子されて、はい、だクリーンナップ次第ですよ。だから中田も入りましたし、3、4、5がだって去年も岡林、大島は塁で出たんで、はい、それを塁返す力がないんですよ。だから得点が300点台っていう、もう阪神とダブルスコアになるんちゃうかぐらい得点差が開いてるわけじゃないですか。だから今年このクリーンナップ3、4、5がうまく連動すれば、岡林とか塁出ると思うんで、はい、得点能力上がると思うんで、これ格次第ですね、うん、ピッチャーはいいんでね、後ろもいいし、はい、だからそういったところでは打てばですよね、はい、でも私すごい大好きなのが高橋周平さんなんですけど。今年調子いいね、オープン戦ね、はい、そうなんですよ。だから周平さんでもまたポジション争いとかもいろいろあるんで、まあ そこに入れるかなみたいな。なんかそれを考えたらすごい、あのちょっと過去2年はもう最下位でしたけど、もう今年はもしかしたらって。いや、そうだから全然じゃないんですよ。 A クラスとか入りそうですかね。でも打てばね。だからもうそこだけですか。そうそう、逆に良くないですか、うん、そのもう課題がはっきりしてるんで。でもずっとなんですよだからそこ埋まらないからじゃないですか埋めなきゃいけないです、埋めなきゃでも可能性は去年より一昨年より今年の方がある。まあ、中田が来たんでね。でも村松くんとかも打ってたりするんですけど、ずっと打たないんですよ。あ、結局やっぱりプロ野球はずっと打たないといけないんで、うん、1年間調子がいい時打って調子が悪い時打たないってなると成績上がらないんで。じゃあ終盤があのポイントだなっていうところですか、ね、いや、もう前半です前半で貯金必要っす今年違うよっていう。あ、なるほどなるほど、はい、だからつつ交流戦入るまで5割ぐらいで最低でもいきたいですね、うんうんうん、で失速しないようにってことですね。そう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 、で最後の終盤に力つけたものを出していくっていう形がまあ理想的なんちゃうかっていう。うん、じゃあ今年のドラゴンズは脅威ですね。脅威かどうかは分かったですけどA クラスのチャンスが全くないわけじゃないっていう。うんうんうん、そのでも去年も結構前評判良かったんですよ。僕去年順位予想を最下位だけ当てたんですよ、 両リーグ。ハムと中日の。じゃあドラゴンズ最下位だったんですか、はい、でも他の方とか結構それはもう上げてくれたけど、あの東海地区に住んでて、うん、あのドラゴンズに甘い解説者の人がドラゴンズに下駄を履かした解説ばっかり見てるから洗脳されてますじゃあ全国を見ろと東京版見ろっていう東京版を、はい、どんなに強くても弱くても、うん、あのカープの人は優勝予想するし、うん、あのホークスの人は優勝予想するし、みんなやっぱりそこが飯の種なんで悪く言えないんでダメです。わかりました、はい、じゃあちょっと東京版を見ますね、はい、東京版も見て、はい、地域版も見ると、うん、その違いが、うん、だもっとドラゴンズ OB 以外の解説者の評価を聞いた方がいいと思います。わかりました、はい、でそれで A クラスに入ってたら、ね、それで A クラスに予想してる人たちが多かったら、うん、ちゃんあひょっとしたらひょっとするかもわかんないっていう。でも今年のドラゴンズやってくれるんじゃないかっていう、なんかもうワクワク感すごいあるんで可能性はね、はい、ありますから。立浪さんも3年目だしね。そうですね、はい、そこがね、そろそろ結果も残したい。そうですよね、とこですし、そこはもうねフラットに行きましょうそうですね、はい、だってもうね好きなチームみんなあるから。もうそうそうそう、いい、一番は、はい、あのやっぱ今年の一番の課題は大谷翔平に負けるのなんですよ。あ、なるほどなるほど、はい、日本の野球がもうでも相当負けてません？もうすでに。いやいや、もっとあのでも地方は夕方に頑張るドラゴンズとかやってるじゃないですか。やってます。だからそういうのでもう地方は盛り上がっていこうっていう、カープも応援番組もフロントドアっていうのやってるし、ソフトバンクとかもやってるし。でも地方も負けてますよ今。あの
必ずニュースには渡辺君が登場する。いやそれはもう活血ぐらいの地元の選手が活躍すればね。もう本当に。まあそのおかげでね、うん、あの潤ってるんでありがたい。めちゃめちゃ歓迎受けてるじゃないですか。そうなんですよ。だから頑張れ大谷。まあということで、そろそろおしまいということですけども、小野さんどうでしたか、初登場ですけど。いや、これカメラ回ってますって思うぐらい。そうなんですよ。すごいなんか、なんだろう、聞きたいこととかもたくさん聞かせてもらいましたし、うん、美味しいお酒も飲みながら、いや、これ本当にお酒飲みながらだったらもっと、ちょっと時間足りないですね。そう、だからもう、異種格闘技もいけるかもわかんないですね。うん、全員呼んで宴会して。いいですね。ここだっていっぱい座れるから。詰めればね、もっと、うん。6人ぐらいいけるんじゃないですか。みんなでね、はい、ということで、はい、楽しかったです、はい、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。はい、女性2人目のゲスト小倉久美子さんでした、ね、この辺でハクツルプレゼンツ居酒屋里崎おしまいです。さよなら。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ドラゴンズアイがすごいです。いや、ドラゴンズアイも他にも何か言いたいこと。始球式やったことあるんですか？ないんですよ。もっと言っといた方がいいですよ、始球式やりたいって。いや、めちゃくちゃ言ってるんです。どうして？今言っとけばいいんですか？いや、ぜひお願いします。ドラゴンズの皆さん、始球式、はい、いつでも行きます。もうすぐ車で30分。